震災の年ですよ、ねはあ、難病なりま何て,ていう病気なんですかえとギランバレー症候群つってど,どういった病気なんですか、どんな風になったんですか、まあ、原因は分かんないんですけれども、だから難病なんですけれども、はいあの、抗体、血液になる抗体が自分あの、普通は細菌をやっつける、ウイルスとかをやっつけるんだけど、何を勘違いしたか、自分の運動神経をやっつけ始めちゃった。 うわあそしたらドラマーとして運動神経やっつけられたらたまったもんじゃないですよね。最初はどんな風になったんですか筋肉痛でちょっとなんか何だろうこの痛さみたいな、はい、あの激しいスポーツやった後の激しい筋肉痛みたいなれでそれが1週間ちょい続いてそれで仕事が終わって、まあ、仕事やらなくちゃいけないので,で仕事やっててそれで。 帰っってててきて玄関で鍵を開けようと思ってそれって夜中ですよね夜中夜中ですで玄関まで着いて<ー>鍵を開けようとして腰を振ってひねった途端膝からガクンと落ちちゃったんですよ一歩も歩けないんですじゃあとりあえず家の中には入れたんですか、はい、もうほふ前進ですよねは、えー、って玄関の前でライブから帰った後に、うん、その玄関の前で倒れてしまって、うん、それで 絶望的な状態だわけですよねじゃ自分では何が起きてるか分かんないんですよ。な何この状態みたいなそれで、まあ、とりあえず様子見ようということで次の日も仕事入ってたんだけどもう慌てて電話して「いやこうこうこうです」と動けないとで断ったんですけれどもであの1週間ぐらいしてから車椅子を借りて病院まで連れてってもらって、はい、で調べたら、えー、あのギランバレー症候群だと。 そうすると目の前が真っ暗になりますよねうんそしてもうその最初の先生はいもう顔,顔は忘れたかでその先生にだから歩けるようになるかもしんないだけどドラムは叩けないともう叩くことはできないでしょはいだからもうドラムに関しては考えるのやめてくださいともう諦めなさいとへえ急に急に急にそんなこと言われたんですかもう,もう目の前真っ暗ですよね また1週間ぐらいしてから行って違う病院行ってそしたらそのそこの先生は最初見てくれなかったんですよもうあのギランバレーって分かってるんだったらもう手の施しようがないと見てもくれないんですか、うん、自分がやることで改善することってあるのか、ね、そういう話を聞きたいと、はい、その先生に直してくれとかそういうことではなくて、はい、だからそういう望みがあるんだったらそれにかけるし。 だだから話だけでも聞いてくれとそしたら先生があ「じゃあ上がってらっしゃい」ということで話してもらってでもう2週間過ぎてるからもう今更その薬で治すとかそういうことはできないと逆に体に負担になるからやめた方がいいんじゃないかと薬はうんで残るのはもうあとリハビリしかないとあ自分自身で克服するってことですか、うん、でんあのこう歩けなくなって ピークまで落ちるんですよでそれが1ヶ月から40日ぐらいの間隔で,でそこからちょっとこう立ち上がるんですよでそこからちょっと力が戻ってくるからそこからリハビリをやんなさいとそうしないともうダメでしょだからその落ちるのがどこまで落ちるかっていうのは先生も何も言えないっていうだから僕の場合は上半身のしびれまで来たけどあのそこで止まったんで で、そしびれも大したことなかったんでねそれはすぐ治ったんですけれどもでやっぱあとたつってあることですねでそれが結構きつかったんででもうリハビリで治すその先生がいい病院を紹介するからリハビリの、うん、でそこに入院しなさいとでもう1日かけてリハビリしないとやっぱり早く治すんだったらそのぐらいしないとじゃあ30分とか1時間じゃなくて,でだってもうえー、6時間 ぐらいやってましたねじゃあスポーツ選手がトレーニングをしてるような感じですね、うん、辛くてもやる気があるかと辛いですよね6時間、うん、動かない体を動かすのはだ、うん、ってもう本当にちょっと膝曲げただけでガクンとこう落ちちゃうんですから <laughs> リハビリでそ特にあのドラムをもう一度叩けるようになるために何かごぼうさんが工夫したものってあるんですか手はとりあえず大丈夫だったんで、はい、あの ドラムののペダルの練習台があるんですよ、はい、それを病院に持ち込んで<あー> <laughs> <laughs> それで一生懸命足をトレーニングしてましたねできる時間が決まってるんですよお昼から食事の間ですね、はい、で夕,夕飯の間の1時間 1>、はい、でその1時間のっていうのは僕だけなんですよ病室にいるのイはい。が僕は自由にとりあえずこう喋れるし あの車椅子となんかも使わないで杖で歩いてたんでで他のそこに入院してる人たちはみんな車椅子なり介護がたい、うん、必要だったんで、はい、みんな食堂みたいなところに連れて行かれちゃうんですよ。とそ,、うん、そ,その間自分一人じゃないですか,、はい、かそこで一生懸命こうやって練習して病室に帰ってくるとねカタ,カタ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 落とすからうるさいじゃないですか。でその1時間昼 夕方っていう1時間をうまく利用して、もう足だけペダルが動くようにみたいなそうですか、じゃあ、普通のリハビリのメニューで、疲れてるところをちょっと昼寝とかしないで、うん、そのドラムスを叩くための、自分なりのリハビリをしてたわけなんですね。うん、最初、お医者さんは、歩けるようになるかもしれないけれどって言ったのが、うん、その叩けるようになるまでに、何年ぐらいかかったんですかえーっと、ね、実際、えーっと 1ヶ月ちょい寝てましたから、もう動けなくて、はいはい、でそっから多少つえついて、ふらふらしながら、でもできたんで、はい、で入院して、すべ、はい、てで大体3ヶ月ちょいですね。<laughs> 3ヶ月ちょいでドラム叩けるようになったんですか、<laughs> そうですか、それはだから、あの奇跡的ですね、うん。その時にみんな助けてくれたメンバーの中で、一人が、はい、ごぼちゃん、あれ、嘘だったんじゃないのって。<laughs> <laughs> そうですよねだってみんなもう歩けなくなるかもしれないと思ってたのが、うん、3ヶ月後には叩いてたから嘘だったのかって言われちゃいますよねそあれ嘘でみんなもうあれだろうド,ドラム買うためにやったんだろうとかさ <laughs> <laughs> まあそれはね冗談でみんな言ってたんですけども本当にだからそのみんながチャリティーやってくれたりして僕にすごく助けてくれた。 でそれでその病院入院した時も本当は3ヶ月入院って言ったんだよでそれが20日間ですよそれはずいぶん短いですねうん <laughs> 20日間で退院になって日常生活はできたのでもう病院にいることはないと、はい、退院した方が自分のやりたいことができるからいいんじゃないの って,言って退院させられちゃったんです退院させられたっていうか、はあ、俺も退院したかったんですけどもそうですか <laughs> でも病院の人たちあのリハビリのね指導する先生もそんなに早く回復するんでびっくりしたでしょうね、ええ、でその退院した日にその僕のためにその最初はチャリティーでやるはずだったイベントがチャリティーじゃなくてお祝いのライブ そこでもうドラム叩いてましたからねつい <laughs> つきながらでもリハビリを指導してくれた人たちがみんな来てくれたんですよ最後にでだからその人たちもあの先生たちもびっくりしてましたよねこうなったら嫌だな叩けなかったらどうしようとかって考えなかったんですよねそうなんですか、うん、だからもういやみんながこれだけやってくれてる治んなくちゃ嘘だともう必ずできる、うん 必ず治るっていう風にそれに向かってもうやってましたねで最初リハビリしてても10日間ぐらいは変化が見えないんですよそこが一番辛いとこですよねだけど10日過ぎぐらいから昨日できなかったことが今日できるっていうのの繰り返しだったんですよしたらもうなおさらこう自信つくじゃないですかです、ね、絶対いけると、うん、それであのー、本当に20日間で退院できて。 でみんなが集めてくれたお金入院費を払ったりで家帰っても介護する人がいたんでお袋とかがいたんであの弟に任せてで僕はじゃあちょっと自分のために残ったお金をその使おうとまだリハビリできてないからと思ってあのちょうど梅雨時だったんであのホテルあホテルですか <laughs> ホテルをその余ったお金を積み込んで、えー、それで。 借り切って半月借り切ってそれでそこで一人でリハビリしてましたそうですかホテル入る時はこう杖ついて入ってたんだけどホテル出る時はもう杖なしで歩けましたよもうだ絶対治る治す治るだからこうすりゃいいんだただやるかやらないかの問題だけでどんなことでもやるよと。ということでだから逆にその辛いことを あの何つん,んだろう。その時しか味わえないじゃないですか。あ、辛いこともね。辛いことも。ね、治っちゃう治っちゃったらもうそんなこと忘れちゃう。はい、だからその忘れないためにも、やっぱしそのそれを楽しもうと思って。あ、辛い今を。うん。辛い今を,い今をこの状況を自分をバカにしながら楽しもうと思ってます。ああ、自分はこんなに歩けないんだ<う>みたいな。バカだなみたいな。<laughs> もっと頑張れよみたいな感じで、はい、なんかこうそれを。 楽ししんでましたねそのつらかったリハビリっていうか大変だったリハビリも楽しかったですよねそうですか、うん、でホテルで一人でいた時もリハビリは何時間も行ったんですかそうですもうだスクワットやったり部屋はちょっと広めだったんで、はい、そこでこう往復大股でこう歩く訓練をゆっくりしてそいで夜中になると廊下が誰もいなくなるんで,、はい、で廊下でこう歩く練習をしてました、ね、あじゃあ 夜中までずっと続けてたわけですね,ね。僕は悪く考えないでやった方が、やっぱりそれだけなんかこう早く良、うん、くなるのかなと思った。もう治んなかったらどうしようとかそういうことは考えなかったです。だからもう本当にこれはもう僕の周りの人たち、お客さんもそうだし協力してくれたお客さんもそうだし素敵なミュージシャンの仲間たちに、があればこそできたことだと。だいつ何時に何があってもわからないので、だからやっぱり。 あの一つ一つを大切に、うん、頑張っていくしかないかなっていうそうですねでそれが過去になるし未来にもなっていくというそうですよね、うん、やっぱり一生懸命楽しんでその一生懸命を楽しむことしかないんじゃないですかお年寄りの人がゆっくり歩いていようが何していようがその人は一生懸命歩いてるんだって思えるようになりましたよね そうですね自分の経験から、うん、そうですよねだから歩く何の考えないで歩けるってどれだけ素晴らしいことなのかって、うん、普段どんなこともできることっていうのがあの差し障りなくできるっていうことはやっぱり幸せなことなんですよ <music> ごぼうさんとドラムスとの出会いですねえそうですねそれは僕が中学2年の時ですね中学2年っていく何年前だろう <laughs> えと<ど> <laughs> <う>まあ10年前じゃないですねもう還暦、ね、も,も過ぎて今年で後役かなだからもう昔のことです <laughs> <laughs> で中学の時にちょうどベンチャーズが、まあ、グループサンズから始まってベンチャーズがやっぱり僕たちにはひょ衝撃的でそれでその中学の仲,間仲のいい友達が4人集まってやろうぜと1人はお兄ちゃんのギターを持ってたのでそれはもうすぐ決まっちゃいますね。 えーとじゃあ何やるたら3人が全員ドラムあ一斉に一斉にそれでそれじゃバンドになんねえよとそれでそのまあ一番フェアな決め方いこうとじゃじゃんけんだとあじゃあ <laughs> 叩いてみて決めようとかじゃなくて、ええ、してじゃんけんで僕が勝ったんですよ、まあ、賭けですよねその賭けに勝ったというか勝負に勝ってそれでドラムそこからもうずっとドラム人生ですね じゃあそこで負けてたら違う人生だったんですかだと思いますよじゃあ本当にじゃんけんで人生が決まったっそうそうすごいですねそれがもう中学生の頃なわけですねいまだに人生ギャンブルですからすか <laughs> 賭けですから <laughs> その当時はねもうスタジオなんてないのでそうですよね、ええ、でうちがたまたま荒川の土手下で工場をやってたんですよ、はあ、で工場をやっててでそこから100メートルのあの AC コードですよね、電源コードを買ってきて、おいで家からグランドまで引っ張って、あの電源コードを家から、そう家から荒川のグランドまで引っ張って、そこで日曜日に練習してましたね、100メートルのそうですか、よくそんなのあったんですね、でそこでその練習して、当時、だから中学の時に、7グループぐらいあったんですよ。 そうですか。ええ、土手で練習するグループが。がほいで、あのー、くじ引きで、その時間を決めて、何時から何時まではこのグループ。何時から何時まではこのグループって。ほいで、あのー、朝から、あのー、夕方まで、暗くなるまで、練習してましたね。あ、そうなんですか。入れ替わり立ち替わり。入れ替わり立ち替わりで。 時たまあのおまわりさんが来ましたけどもね。おまわりさんはえっ、ー、と聞きに来るわけじゃないんですよね。そう。苦情を言いに来ました。そうですか。<laughs> それはやっぱり近所の人からドラムの練習が始まってあいやいやバンドの練習が始まったって言って警察に通報があるわけですね。そうですね。はあ、でもあのその中学生たちはめげないわけですか。もうめげないです毎週やってましたよ。でおまわりさんには一応その場では立ちぬくんですか。あ一応音を出さないで。 休憩という形にしていなくなったらまた大好きですじゃあまわりさんも、えー、来たりまた行っちゃったり大変ですねそう,そうですかでまあお前さんとも仲良くやってましたからねあ<ー>でその当時はその何て言うんだろう今みたいに騒音がどうのこうのってそれでその喧嘩になるとかそういうのなかったですから、うん、ちょっと静かにしろよなっていうぐらいの問題であそうですかあそれでお父さんやお母さんは昼には弁当を持ってきたりとか 応援があるわけですかいや何何もう親は勝手にやんなさいって <laughs> あそうですか <laughs> いやだからやっぱ親自体がもう音楽好きでしたからだから別にやりたければやればいいじゃないもう勝手にやらせてくれましたね、はい、だからもう、まあ、周りの世間からはね「ドラ息子」って、はい、<laughs> 言われましたねはい <laughs> 中学卒業してで高校行った時にそのディスコに出るようになりました 出るっていうのは文化祭とかそういうレベルじゃなくて、ね、もうプロの世界にあのその当時のディスコのっつうか俺たちがアマチュアで出られたディスコなんて1日やったって500円とかそんなもんですよ、もらえるのは、まあ、電車賃程度もらってやってたっていうぐらいで,でそれで中学卒業した時にはその中学でやってたメンバーとはもうバラバラでしたね。あそうですかで自分よりも先輩の 人たちがもうやってたので,でそこに「ちょっと来いよ」と言われてやるようになりましたねだんだんとこう上手い人の中に入っていったわけですねほ、えー、いでディスコに出ると今度また上のグループがいてで今度またその人たちとも誘われてやったりとかそれでなんかこうやってるうちにプロの人と知り合ってほいでプロの世界に引きずり込まれたと。 あじゃあプロを目指して頑張ったじゃなくて引きずり込まれていったわけですねそうそうああなっちゃったみたいなあ<ー>だけどまあ基本的にはやりたかったことですからだから常に叩いてだか,らだから逆にその彼女とデートしたとかそういうのないんですよもうだからもうドラム叩くことが楽しくて。何かこう苦労したり あるいは、ごぼうさんがまだそのなんていうか幼いって言っちゃなんですけど、年が下なのに上手いからって言って、ちょっといじめられたりとかはなかったんですかいや、上手いとかというよりも、いじめといういじめにはあったことないんですけども、やっぱり、それは、もっとしっかりやれみたいな。あそうなんですかそうすると、それは練習をすればいいってことなんですか、うん、だけど、練習してる時間がないんですよ。学校行行っっってて終わったらディスコ行って で始発で帰って、始始発発ででで帰帰るんですか始発で帰って学校の準備して、学校行くと。あ,あ始発で帰って、朝には <laughs> あ朝っていうか、ちゃんと時間通りに登校するわけですね、<っ>それじゃ練習できませんねちょうどだけど、高校卒業するぐらいにはもう、一旦辞やめたんですよね、そのバンドも。で、家の仕事のアルバイトしたりとかしてて。 だけどその当時に知り合った人からその二十歳の時に連絡があってそれでまたやり始めたあじゃあそれまではちょっとドラムスも叩いてない時期があったってことなんですか1年ぐらいですああのたまたまあの年に何回かはやってましたけども毎日やるというのはなかったですねそうですかいつもごぼうさんの話聞いてると誰かが誘ってくれるとか誰かと一緒にやるっていうことでこう仲間がいっぱいいて とてもこう順調な感じです、ね、そうですすねねそう本当にだからあのやっぱり自分を引き上げてくれるのはやっぱり周りの人たちなんでどんなに自分が力あるよってったってやっぱりそれは一人の力ではどうにもならないですねそうですよね力といえばそのごぼうさんの家から、まあ、電源コードを100メートル引っ張るのは簡単だとしても。 ドラムセットっていうのは大体ごぼうさんのうちの部屋は何階にあったんですかいやうちはもう2階建てですから2階からドラムセットを土手までどうやって運ぶわけですかリ,リアカーで運んでましたよねリアカーに積んで、うん、リアカーかあとは手で,手で,でメンバー全員で<ー>、はい、メンバーしすってもほらあの7グループぐらいあったんでそれ全員手伝うんであ7グループの人たちがじゃ自分のバンドだけじゃなくて、うんええ 一つのバンドが全部の楽器を持ってるとは限らないので,<ー>でギターを持ってないやつもいるんでみんなその持ってる人が持ち寄ってできるようにしてたあじゃあごぼうさんのドラムを2階からま階段を下ろ階段を降りてドラム運んでそれを1日中使うわけなんですね自分のドラムセットを次々交代させるんじゃなくて。え だから一台のドラムセットをみんな使い回しですよ、ね、そうですかじゃあ夕方に入ったバンドの人も朝来て運ぶの手伝うんですか、うん、それはすごいチームワークですね、うん、そうですかそれでこんな大きなセットを運べたわけですねそうですねこんないいもんじゃないですけれどもね <laughs> その当時はもうあの一番安いその3万5万五千円だったかなバレンシアっていうドラムがあってパールのね それはお,お年玉か何かで貯めたんですかですまだ中学生ですよね。中学生です。そうですか。かその当時の3あ5000って、でかいですもんね。それはそうですよね。<laughs> じゃあ、ね、ギター少年が一人で黙々と練習するとかいうイメージとは、ごぼうさんは全然違うわけですね。違いますねいつも仲間がいて、ええ、ドラムセット運ぶとこから、ええ、よそのバンドの人までみんな手伝ってくれて、<え>いや、すごいね、仲間の力が強いですよね、ええ、もう本当にね。 あの自分一人でではももう何もできません二十歳の時にもう一度本格的にプロの世界に入って、ええ、それからはどんな感じだったんですかそれからはそのまずグループで始めたんですけれどもでグループでやってても自分たちのグループではあんまり活動しなかったんですよ。そそうなんででですのの当時そのグループであったけど人のバックで やることが多かったので、はあじゃあもうプロの方のバックということですねあの僕なんかフォークスインガーのバックが多かったので,、はい、でフォークスインガーのいろんな人たちのバックをやらせてもらってそうですか、うん、じゃもうもう若い頃からツアーとかにも同行出てましたね、うん、そうですかじゃ今日は何々県とかそそうう行するったりそうですかだいたい日本はだいたい主要都市は全部 回っっててますすよねそうですか行ってないいのは沖縄ぐらいのもんで。えー、どうして沖縄行ってないんでしょうね不思議なんですよ沖縄は縁がないというか仕事が決まっててもその寸前になるとあ,あれなくなりましたっていうねあそういうことなんですか <laughs> お話はあったけれどそう,そ,うそうですか北海道とかはよくもう北海道はよく行きました、ね、行くんですよね、うん、やっぱりなんか縁があるってことなんでしょうかね、うん 海外とかの,、ね、あのツアーとかはどうですかツアーはないですけどレコーディングでニューヨーク行きましたねああかっこいいですねスティックだけカバンに詰めてあの行ったというとこですねそうですかそれでこうニューヨークで収録するともう帰国するわけですかええは<ー>、まあ あそうですかでも半月いて何曲ぐらい収録してたんですか,かちょうど LP1 枚ですその当時まだレコードだったんでもう30数年前ですねその頃はえっ、ー、はバンドで一発撮りみたいな感じなんですかほとんどリズム隊は一発撮りですね友シトシさんのバックでニューヨークでレコーディングさせてもらったんですそうですかじゃあそれはあのねタイトルは確か「目撃者」 一昨年ぐらいに確か CD で再販されてると思うんですよ。なぎださんとはもう74年にレコーディングしてるんで,で小室さんの前ですねずっと。あそうですか、ねで。僕が22の時です。はい、でその時だから一緒にやってたグループでなぎださんのバックをやったんです。はい、もうそういういい形でいろんな人の ありがたいことにバックをやらせてもらいましたね。松本さんがきっかけで、またぎらさんとのバックをやるようになって、はい。そ、は、れ、い、で、未まだに、つか、もう20年ですよね、ぎら<ー>さんのバックも。続けることが大切だし、人と出会うきっかけになるし、やっぱりそれがやっぱり繰り返されるっていうのかな、会わなかった人ともやり続けてるから、一緒にできるわけであってあ。会わなかった人ともですね。そう。 過去にあったけど出会わなかった人もやっぱりそこでまたやってればいつか必ず出会う、うん、そうですね、うん、ということでやっぱりまたそこでこ広がっていくようになりますねここ56年で久々に会った人っていうのたくさんいますねでまたそこから始まったり今やってるバンドとしてはその ZZZ っていう ジージーズっていうんですけども、はい、ジージーズというバンドで今やっぱりバックの仕事というかメインを立ててバックでやってるでベースがあのダウンタウンブギーバンドの新井さん、えー、あのギターはあの横浜の方というか、えー、と鬼殺しっていうあのブルースバンドがあって、はい、でそこのギターの人で別にそこはブルースだけではないんですけれどもそうやってこう。 その3人で今活動してますねあ、ごぼうさんじゃあライブどこでやってるかファンの皆さんに教えていただけますかえー、ライブですねもういろんなとこでやってるんでとりあえずなぎらさんはあの毎月最終土曜日にあの吉祥寺の「曼荼羅2」でライブをやってます、はい、であとはえー、っと「ジージーズ」ではもうあっちこっちでやるので、はい、あの検索すれば出てくると思うんですけれども、はい それで僕はホームページ持ってないのであれですけども色々やってますはいわかりましたどこかであの名前を見つけたらよろしくお願いいたしますはい、えー、今日はギャラクシーでドラムを叩いてくださいました、えー、ごぼうさんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございますありがとうございます是非ライブにもいらしてください